なり遅れてんな。もう2人しかいないじゃん。ねえ、よろしく皆さん、出るに出らんねえじゃん。まずは、オーバーロールで、皆さん探せ。1回完了してまいります。あれ、俺、全然趣味乗るやつだよな。いないね。集団がこれだけになっちゃいましたね。そうですね。さっきはオーバーで、いかに早かったかというのがね、まだ頑張ってますね。でも、これついて、いけたつもりだ。この辺、腰上げて。だから50だったんだよね。集団次第だ。1時間だよ、1時間。多分ね、4ないし5だよ。1.5。あとは体力の問題だ。募集ってでも、1時間でも2時間でも集団にいればいいかもしれない。ちょっと、宮沢市を超える骸骨いましたけど。いや。もう楽だと思ったら、ここに入ってくるこのコーナー、皆さんですね、ゆっくりと慎重にコースを確認しながら回ってください。そしてこの後ですね、ここからピットロードにいたかどうかは分からんねえっていう。また本コース周回を重ねる選手たち、あ、Jスポーツチームの第1走の選手が今。でももう三浦さん来てもおかしくないと思うんだけどな。ただでも並んだ位置とかもあるからこれ分かんないね。実は早いですね、実は早い選手はバックストレートで一番左に寄ってもらえたんですね。そうですね。ただでもちょっとばらけてきたからもうオーバルコースを走っている時点で、ピットに入るという意思をアピールしていただいて左側を大きく回っていただくと。はい、おっと、今度は危ないですよ。急な足の変更は危ないのでやめてください。いや、ここはですね、本当にいつも、皆さん、最初慣れるまでね、ちょっと止まらないかもしれないんですけれども、なかなかちょっとウェイトな感じが。ピットエリアに入りたいという方は、ローバルコースの左側を大きく回って、そのコース、左側を抜けてみていただくと。ちょうどピットエリアに入る手前にですね、ヘアピンのコーナーがありますので、はい、もうその時に集団の右にいる場合はもう宮沢氏が言ってたような、その何ラップかとか出ないからさ、分かんなくね。一番右から集団の前、もしくは中を横切ってピットに行くと、これもう集団になって、うちのチームどれくらい走ってんのみたいな、分かんない。一番左にもう自分が維持できていなければ、はい、来たね、あれだ、2周目か、それか、あれが結構、あれだね、あれ、あの5時間エンディーロの方じゃない。さあ、続いてやってきましたのは、5時間エンディーロの皆さんです。こちらは大集合ですね、5時間エンディーロの皆さん、まずはゆっくりとコーナーを抜けてください。ってことは、多分、三浦さん、ゆっくりと抜けてください、しっかりとね、ライブで確認してください。さすがにこんなに三浦さん、遅いと思えないから。さあ、こちら栗村さん、大迫力の集団ですね。今までに詰めたから、さあ、ここでピットエリアに入ってくる皆さん、危ないですからね。急な振動変更はおやめください。急な振動変更はおやめください。おかしいっしょ。ピットエリアに入られる方は大きく左側と、私たちがこれ一番外側を回っていかくようになりますね。凄まじい格好してる人が結構いるよ。あれで早いと結構笑えないんですよ。いや、あのほら、サダの悪魔の衣装着てたあいつみたいに早いかもしれない。ぬいぐるみめっちゃ頑張ってた。ぬいぐるみだっけ？ああ、で今日でしょ？今日じゃなくて。